はいどうも皆さん、四季島と申します。とけ、今回5月の月間イベントリインフォースメスレシールドアーセナルオブビクトリーが始まりましたので、今回はそのイベントの内容の方を確認していきたいと思います。はい、というわけで5月の月間イベントが始まったわけなんですけども、今回もね、やっぱりノルマは2日で2万スコアです。このあたりはいつも通りなんですけれども、今回の報酬なんですけども、ちょっとね、こちら2つのメイン報酬プラス4丁の銃がもらえます。ちょっと珍しいタイプの報酬ですね。いいと思います。というわけでまずはもらえる銃の方から確認していきましょうか。で、もらえる銃はこちらの2つでして、で、まずこっちの武器なんですけども、こちらの武器は PPS42 レッドとなっています。こっちの武器はですね、PPS42 って書いてある通り、実際にね、現在のソ連軍研究ツリー BR2 にある PPS42 の特殊スキン版です。はい、まあ特殊スキン版というだけで、性能に関しては全く変わらないです。はい、まあね、こんな感じでちょっとね、赤くてかっこいいですねっていうね、はい、まあそれくらいの違いですかね。ただまあ最初からフルカスタムしてあるんで、まあ少しお得かなっていうところがありますね。そしてもう一丁の方がこちらですね、トンプソンの30口径弾仕様です。はい、まあね、この30口径弾ってね、M1 カービンの弾丸です。そう、その M1 カービンの弾丸を飛ばせるトンプソンとなっていますということなので、攻撃力がね高いんですよ。で、攻撃力が高い上に、なんと発射レートが900を超えるということで、非常に強力なサブマシンガンとなっていますね。ということで非常に強いと思われるんですけど、ただ弱点の方も大きくって、まず20発弾倉ですね。まあ高連射、900を超える高連射に対して、まあ20発弾倉はちょっと小さいかなって思うところもあるし、それプラスやっぱり反動が厳しいです。反動がね、かなりきついサブマシンガンですね。というわけで結構ね、使うプレイヤーを選ぶようなサブマシンガンなんですけども、まあ間違いなくね、近距離では本当に最強クラスの強さを持ってると思いますね。というような、この2丁の銃が計4丁もらえますね。こことこことここですね。いいと思います。はい、そして次はこのメイン報酬の2つなんですけども、まず1つがこちら、ワールウィンドマーク1ですね。連合軍の、BR3 の戦闘機となります。戦闘機枠です。で、戦闘機枠なんですけども、まず爆装がありまして、爆装としては500ポンド爆弾が2発となっていますね。なので250キロ爆弾ですか、250キロ爆弾2発搭載の戦闘機。おお、いいじゃないですかね。で、さらにこの機種にですね、機種に集中配備された4門の20ミリ機関砲があります。おお、いいじゃないかね。機種に集中配備された20ミリのね、機関砲っていうのはすごくいいと思われるんですけど、実はですね、このワールウィンド弱点がね2つあります。で、その弱点というのが、まず1つが機体性能なんですよ。そう、機体性能ね、これね、ウォーサンダーの方でも私使ったのよく覚えてるんですけども、速度がそんな出ないんですよ。速度がそんな出ない上に、機体性能もそこまで良くないんですよ。旋回性能、上昇性能とか、そのあたりが全然良くなかった記憶がありますね。戦闘機なのにね、というところがまず第1点で、第2点目の弱点として、まあ4門の20ミリ機関砲があるっていうのは聞こえはいいんですけれども、ただし1門あたりたった60発しかないです。そう、1門あたり60発しかないんですよ。ということなので、戦闘機としてはちょっと継戦能力に不安が残りますね。ねえ、まあというわけなんで、まあちょっと微妙な性能かもしれませんけれども、まあそれでもね、まあ BR3 だったら、まあそんなもんかなっていうところはあるかなね。というのがまずワールウィンドウですね。で、もう一つなんですけども、こっちの方がね、もう今話題騒然ですね。それがこちら、 T34-100 となっています。はい、もうその名前の通りですね。T34-85 の砲塔から、85mm 砲を、取り外しまして、100mm 砲を搭載したやつです。そう、
で、しかもですね、この 100mm 砲がかなり強力でして、なんとですね、100m くらい離れた距離があったとしても、パンターの正面走行ですね、車体正面走行および砲塔正面を抜けます。そう、パンターの正面走行をね、結構簡単にビシバシ抜けるんですよ。おお、いいじゃないですか、いいじゃないですか、ね、しかもそれにとどまらず、キングタイガーですね、ヘンシェル型とかの、キングタイガーの、砲塔正面も抜けます。 100m くらい距離が空いてても、いいじゃないですか、いいじゃないですかね。で、それでいて車体がね T34 なんで、まあ、足回りが結構いいということで、打撃力があって、で、足回りも強力ということで、非常に有望とされていますね。ね、いいと思います。まあ、とは言ってもね、まあ、結局のところ砲塔も車体もね T34-85 のままだから、まあ、パンツァーファースト、パンツァーシュレックにも、まあ、ビシバシ抜かれますし、パンターとかキングタイガーにもビシバシやられてしまうとは思うんですけれども、まあ、それでもやっぱり 100mm 砲はかなりロマンがありますね。うん。で、あ、そうそう、で、それでいて、あの IS-2 の122mm 砲と比べてリロード速度は速いそうです。いいじゃないですか、いいじゃないですかね。うん。というわけで、非常に強力な戦車砲を搭載した戦車であるこの T34-100 が、報酬としてきています。いいと思いますね。うん。というような感じなのが今回のイベント報酬ですか。まあ、ここでポートレートももらえますし、金チケットももらえますよっていう感じですね。うん。まあ、というわけで、まあ、非常にね、まあ、この辺りのね、30口径のトンプソンも気になりますしね。うん、まあ、なんといっても、この最高報酬が非常に強力だということで、ちょっと私、頑張りたいと思います。はい。はい。じゃあ、ここからはですね、あともう何日もすればやってくるであろう、マイナーアップデートの方で追加される新機能の方を簡単に見ていこうと思います。はい。というわけで、もうね、あともう数日もすればやってくるであろうマイナーアップデートの内容なんですけども、新しいシステムとしてこんなやつが来ますね。うん。これはですね、戦車の中にいながら修理できる部分ができたよっていうことです。はい。ね、わざわざね、降りなくてもいいと。降りてスパナを握ってギコギコしなくても治るよっていう部分らしいですね。うん。で、こんな感じで、まず、砲身の左右角と仰角が、直せるようになったということですね。うん。ちょっとね、この辺りが故障したっていうことに関してちょっと記憶がないんですけど、これからちょっとね、故障するようになるのかもしれませんね。うん。で、あと砲閉鎖機ですね。砲閉鎖機と、あと多分これは同軸機銃かな、どっちかが同軸機銃で、どっちかが多分車載機銃かな、うん、砲塔の上に乗ってるやつね、まあ、それも、車内にいながら直せるよということらしいです。うん。まあ、面白い機能かなとは思うんですけれども、ただしですね、こんな感じで車内から修理してる際は、戦車自体は動かせないそうです。そう、完全に停止した状態じゃないと、車内からの修理が行えないそうです。うーん、ということで結構微妙かなって結構使ういやどうだっていうような、まあ別にあって困るようなシステムではないんだけど、まあね、本当にちょっとしたちっちゃいねシステムかなと思いますね。うん。はい。じゃあ次の、追加される機能なんですけども、まあ機能というか演出かな、うん、演出面がちょっとね強化されます。それがこんな感じです。大砲とか、あと戦車砲ですね、戦車砲とかを覗いた際のこのスコープの方がいかにもねガラス越しのレンズっぽくなるんですよ。そう、レンズしてますね。ね、いいと思います。これほんとかっこいいんだよな、この演出な。いいと思います、ほんとね。そうね、スコープを覗いてるっていうような演出に変わりますね。こういう、新しい演出が追加されます。すごくいいと思いますね。うん。はい。というわけでね、まあ、今回はそんな感じで、まあ、月間イベントの内容と、あとはねマイナーアップデートの内容をね軽く、まあ、見たんですけども、まあ多分ねマイナーアップデートに関しては次のシーズンと同時かな、もう2週間切ってるんでしたっけね。うん。なので、まあ、そっちの方でやってくるかな。あとね、今回バイポッドも多分来ると思います、マイナーアップデートの方でね。うん。まあ、そのあたりはねちょっと書いてないんですけども、まあテストサーバーですか、テストサーバーの方でもね、うん、バイポッド修正しましたよみたいなところあったから、多分ね次のマイナーアップデートでね、いよいよバイポッドの修正が来る可能性がありますね。うん、いいと思います。はい。というわけで、まあ、今回はそんな感じで、まあ、簡単にイベント紹介と、あとマイナーアップデートの紹介でした。
というわけで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらですね、チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。それでは、四季島でした。